さて、離断それについてはね、はい、行政上の手続きがあるんですよ。それは面倒でございますけれど、ちょっと常識的なことをちょっと変えてきましたからね、ちょっとこれを紹介します。墓じまい、改装の手続きと必要書類。改装するために必要な改装許可証は、既存の墓地とある市町村の役場に申請して発行してもらう。申請に基本として必要なものは、下記の3つの書類である。新しい墓地が遺骨の受け入れを認めていることを証明する。ことについての墓地使用許可証や受け入れ証明書。2番目に、現在遺骨が埋葬や納骨されていることが分かるものとしての既存墓地の埋葬証明書、または収蔵証明書。3番目に、既存の墓地の市町村役場に申請する改装許可申請書。ちょっと詳しいことでございますけど、ちょっと書きましたけどね、申請の様式や必要書類は各市町村によって多少異なる。公費も公費も即日稼働だったり、日数が必要だったりするという違いがあるので、あらかじめ申請手続きについては、ホームページなどで確認してください。また、お枠が共同墓地や家の敷地内、あるいは畑の一角にある場合などは、その旨を役所に伝えて、手続きの方法を確認してください。改装許可証は、遺骨一体ごとに必要でございます。戸籍謄本、死亡者の死亡が確認できる戸籍謄本や除籍謄本や、死亡者と申請者の関係のわかる、戸籍謄本が必要な場合もありますから、これもね、市町村役場に確認してください。次に5番目でございますけど、改装許可の申請者と既存墓地の墓地使用者が違う場合は、墓地使用者の承諾書が必要でございます。最後に重要なことはですね、この費用ですね。はい、墓じまい改装にかかる主な費用。なるほど。既存の墓地で遺骨を取り出し、墓石の処理、整地のための費用、お玉抜きの法要費、新しい墓地で永代使用料、年間管理料、墓地建立費用、海外法要、納骨式などの費用、ちょっと主な費用をちょっとここに書いておきましたけれど、うん、さて、埋葬形態別の移転費用の平均額でございます。はい。平均額でございますからね、あくまでも自分がやろうとしている墓地改装の場合の金額の見積もり、これじゃございませんよ。これについてはね、神墓地に出入りしている石材店に聞いていただくのが一番いいかと思いますけれど、平均額でございますけど、一般の墓、280万円。だから納骨堂、170万円。それから永代供養墓、150万円。永代供養墓というのは、墓を引き継ぐものがない人に対して、お分けしている永代供養墓ね。これ150万円。それから、樹木葬。最近流行りでございますけど、140万円ぐらいかかっております。樹木葬というのはね、寺院が経営している樹木葬もあれば、民間の墓地が経営している樹木葬もありますけどね。費用が140万円でございます。樹木葬は140万円ね。うん、一番安いのは散骨。散骨ね。費用は特にない。自然葬とも言う。遺骨をパブタワー上の遺灰にして、山や海に撒くということですよね。うん、そうですね。遺骨自体を撒いたらいけませんよ。はいはいはい。パウダー状にして撒くんです。墓地、埋葬等に関する法律、略称墓埋法には、散骨についての規定がありません。
馬場養蜂によれば、遺骨を墓地以外の、墓地以外に埋葬するのは違法であるが、遺灰を撒く、つまり、パブトを上にして撒く、散骨については、葬送のための節度をもって行えば、違法ではないとされております。あ、そうですか。あまり非常識でない方法であれば、いいということですよね。散骨ね。なるほど。勝ったはね、勝手に参考するのは違法じゃないかというような見解もあったようでございますけど、今は公式見解ということで、ね、そうですか、非常識でない方法で負けば、違法ではない。こうなっております。一番安いですね。そうですね。ですから最近でもね、宇宙葬というのをやる人がいますよ。ロケットに上げて、打ち上げてね、バルマークとかね、まあいろんな巻き方もあるようでございますけれど、皆さんが山登りが好きであればね、好きな山にね、俺の死んだ後、居合を巻いてくれと言えば済むんじゃないんですか、うん、それとね、遺骨だとね、これを直接ね、巻いたら違法でございますけれどね、まあ、宗派によってはね、本山に納骨所というのを設けておりましてね、そこへ持っていくとですね、一体いくら、大した金額じゃありませんよ。宗派によって違うかもわかりませんけど、浄土真宗の私はお答えに派でございますけれどね、死んだ父親と母親のですね、遺骨をね、骨箱に入れずっと持ってたんです。それをですね、数年前ね、家族旅行で京都に行った時にですね、大谷本廟に行って納めましたけどね、うん、全部納めても数万円で済みましたね。うん。あ、そうですか。だから、そう負担じゃありません。つまり、各宗派ごとにですね、本廟があると思います。そこで問い合わせしていただくとね、いいかと思いますけれど、宗派によっては高い金額を取るようなところもあるようでございますけど、高いとあって大した違いはございませんけどね、天台宗系はちょっと高ってない気がしますけどね、浄土真宗系は安いですね。では、墓じまいで心の荷を下ろすというね、話を終わります。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。